今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は新しく登山用のバックパックを購入しましたので、そちらをレビューをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。このタロンベロシティは登山用のバックパックですが、登山用の中でもどちらかというとスピードハイク、トレイルランニング用のバッグとなっています。その最大の特徴はこのショルターハーネスの部分ですね。はい、ここにウォーターボトルを入れられるようになってます。あのトレランでよく使われるベストタイプになってます。メッシュになっていて通気性が非常に良くなっています。当然このベストの裏側もメッシュになっていて通気性を考えた作り、非常にあのハードな運動をするトレイルランニングに適したようなスタイルになっています。私自身はトレイルランニングはしないんですけれども、非常に汗かきのものですから、ほぼトレランをしている方のような、もう汗だくの状態でいつも登山しています。そんな中でですね、こういった通気性のいいザック、そしてウォーターボトルが入れられるということは非常に魅力的だなと思って、検討しておりました。こちらのサイズですが、高さが60センチ、幅が32センチ、奥行きが33センチ、重量は1010グラムというカタログ値になっています。で、今回購入したのはですね、今まで使ってきたモンベルのガラナバッグ、こちらが古くなってきたためです。今まで使ってきたのがこのモンベルのガラナバッグ30です。もう10年ぐらい使ってますのでだいぶくたびれてますね。こんな感じで使ってましたが、もうサイドのこのネットがボヨボヨにこう固まってですね、ここにボトルを入れるとポロッと落ちちゃうような状態です。でこのザックはですね、こういうショルダーハーネスのところに入れ物がないので、外付けでですね、このスマホホルダーであるとかボトルホルダーを取り付けてるんですが、まあこれがやっぱりこう外付けなんでプラプラしてですね、どっかに引っかかったりして非常にこう具合が悪かったというようなことがありました。で、良かったことなんですが、ここにですね、ポケットがありまして、まあ、ここにこのよく使うものなんかをどんどん入れられて、iPad mini とかこういうサングラスなんかも入るぐらい大きいので大変重宝しました。またここにですね、このメインの収納との間に、これぐらいのスペースがあるので、こういうシートとか脱いだジャケットとかを突っ込める、非常にこの方式も良かったなというふうに思ってます。またこの雨蓋がないタイプなので、こうガバッと上が開いて物が取り出しやすいというようなメリットもありました。で今回のザックなんですが、特徴はですね、まあ、ここのベストのボトルホルダーの部分もそうなんですけれども、ここにですねファスナーポケットがあって、スマートフォンをここに入れられるようになってます。はい、こんな感じですね。でボトルホルダーの外側にさらにもう一段小さなポケットもあります。それからウエストベルトの部分にファスナーポケット、これ左右どちらも大型のファスナーポケットがあります。こちらのファスナーポケットも iPhone15 Pro Max が簡単に入るぐらいの大きさがあります。行動色なんかを入れるのに、まあ、ちょうどいいかなというふうに思ってます。メインの収納部分なんですが、このフックで
蓋が取り外して、でこの紐で縛るタイプです。ファスナーとかで開くタイプではありません。よくある普通の上からズドンと入れるワンボックスタイプの収納となっています。分けて入れることができないというようなデメリットはあるんですけれども、逆に言うとですね、外からこうアクセスできないので、これを背負っている間に例えば人混みの中でですね、知らない間に後ろでこうファスナー開けて物を盗まれるとか、そういうような心配はありません。でサイドとフロント部分にネットのケースがあります。ここの部分が非常に伸びる素材ですので、もう手がこんなに入るぐらい物が入ります。こちらも同様ですね、フロント部分にたくさん物が入るようになっています。ストレッチ性があるので、安心して物が入れられそうです。それからですね、このストレッチのサイドの部分は実はこの横からも出し入れができるようになってますので、例えばこういうようなシートなんかをここからですね、入れておけば、もう背負った状態で今から休憩したいと思ったらそのまま引き出して地面に引いて休憩することができると、非常に使い勝手の良いタイプになっています。でこの背面帳がこのマジックテープになっているので、自分の背面帳に合わせて調整することができます。はい、こんな感じですね、背面帳の調整をすることができます。中にはネットのシークレットの財布なんかを入れるポケットがあります。パスポートが入るサイズですね。でここですね、これマットをここにやるですね。でストック収納がありまして、ストックをですね畳んでそのまま、サイドに仮止めすることができます。でこのベロシティなんですけれども、高さがですね60センチというカタログ値なんですけれども、実測するとですね、ここのトップまでが55センチでした。ですのでエミレーツ航空の機内持ち込みサイズにはまっています。でこの奥行きがですね大きいんですけれども、そこの部分はコンプレッションすればクリアできますので、機内持ち込み荷物として機内に持ち込めるということになります。では実際にこのザックの中に荷物を入れてどんな感じになるか試してみたいと思います。では実際に荷物を入れていってみようと思います。1泊2日山小屋泊を想定して荷造りしてみます。最初に入れるのがこれですね、インナーシーツです。要するに寝袋のシーツですね。で山小屋に泊まるときに山小屋の布団あるいは寝袋をお借りするんですけれども、やはりそのまま寝るっていうのは抵抗がある。またエチケットとしてもですね、こういうものを持ってその中で寝るようにするといいです。またこれあるとですね、着替えをするときなんか気を使わずに済みます。この中でそのまま着替えをすることもできるので、まあ、特に女性なんかは持っていった方がいいかなと思います。でこれを入れます。でこれはツェルトですね。万が一の時のために一応ツェルトを持っていきます。ツェルトを使うことがあってはならないんですが、まあ、一応一番底に入れて、まあ、出すことはないと思います。でいつもだったら
クッカーも持っていくんですけれども、山小屋泊の時はですね、もうこれは持っていかずに山小屋のご飯を食べる。で、お昼ご飯で一泊して翌日のお昼ご飯は自分で用意しなければなりませんので、それはコンビニで買ったものを持っていくようにします。クッカーで温めなくてもいいものを買うというような方針でいきます。で、次に着替えですね。スタッフザック、濡れないように、防水のスタッフザックに入れたウェアを入れます。で、このタロンベロシティは防水じゃないんです。しかもザックカバーもついてないので、濡れると思った方がいいです。逆に言うと、濡れたら困るものは防水ザックに入れる必要があります。はい。で、山小屋で使う防寒用にユニクロのウルトラダウンダウンとダウンパンツを持っていきます。これも防水のスタッフザックに入れて持っていきます。で、次に食料ですね。食料はコンビニで買ってもうそのまま入れます。初日はだいたいおにぎりで、2日目はアンパンというのが私の定番です。で、おにぎり用にお茶、アンパン用にコーヒーを入れます。エマージェンシーキットです。絆創膏とか包帯、ポイズンリムーバーなどが入っています。そしてレインウェアなんですけれども、雨が降ったらすぐ着る必要があるので、レインウェアのパンツ、そしてジャケットですね。こちらの方は風が吹いた時の防寒にも使うかもしれないので、上の方にこのネットの部分入れて、いつでも取り出せるようにします。細引き少々、アーミーナイフ、コンパスなんかをウエストベルトのところに入れます。で、今までこの非常用に笛も持って行ってたんですが、このザックにはここの部分にですね、笛がついてますので、もうこれは持っていかないようにします。あとは手袋ですね。手袋なんかもよく使うので、サイドのポケットに入れるようにします。それからシートですね。これもしょっちゅう休憩私しますので、ここにですね、畳んで収納するようにします。このトップの部分、こうなってますが、ここにヘルメットが乗るようになります。2リットルのですね、ボトルをザックの中に入れてます。 H2O で、ここにハイドレーションのフックがあります。で、ここにこのハイドレーションが入ります。